2月、僕は再びこの町を、そして睡蓮公園を訪れた。またか。それはヒロコを探して家に帰らせるためだ。どうせお前叩くだろ。またやめろ。行こうか。行こうかじゃねえよ。今の言い方が DV 男のそれだったぞ。あ、この人は、あ、さっき松彦が無視した人。あ、君はどこかでお会いしたことがありますね。12月の雪の夜にあなたから道を尋ねられましたと思い出しながら言う。あ、そうだ、朝顔交差点に行くときに道を尋ねたんだ。ところで、まあ、自己紹介してみようか。僕は自分の名前を伝え、昨年7月の大地震の時にたまたまこの町に居合わせたこと、12月から時々この町にやってきていることを彼に伝えた。そうですか、君も大変だったんですね。僕は須藤正幸、報道新聞の記者をしています。記者ってことは何か事件を追ってるのか。あんな雪の夜に朝顔交差点に何の用があったんですか。昨年夏の地震で友人が亡くなったとの話を聞き、花を手向けに行ったんだよ。なるほど。本当はもっと早く行きたかったんだけど、海外にいてすぐには行けなかった。友達とは仲が良かったんですか。首都島の大地震の時に出会ったんです。日が、あー、出た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 、日が先生の友達だ。うわー、つらい。彼女の弟さんから連絡をもらいました。自分も日が先生と接点があったことを伝える。僕は7月の震災の時に比嘉先生と出会い、先生と生徒たちのこと、比嘉先生が亡くなった時のこと、弟さん思いだったこと、弟さんに会ったことなどを伝えた。そうですか、比嘉夏美は生徒を変わって彼女らしいな。そう言うと須藤さんは寂しそうに笑った。そして一層悲痛な表情で、春彦君はさぞ辛かっただろうなとつぶやいた。ところで、報道新聞は週刊報道と関係ありますか。そうだよね、あの女記者とつながりがあるのかもしれない。週刊報道は報道新聞社が発行している週刊誌だよ。週刊報道の本田良子という人に頼まれて、ベストラのね、本社を探れと。本田が、彼女は僕の後輩だよ。それは申し訳なかったね。先輩の僕が言うのもなんだが、彼女には関わらない方がいい。そうなのか。そもそもこんなこといきなり社外の人に頼むなんて、ホンダのやつどうかしてる。しかもライバル会社の人間だって言ったのにね。やっぱあいつのやり方変だったね。カストラか。あなたはベストラの V 字回復についてどう思いますか。確かに不自然だとは思うけど、霧島社長やベストラ社がやってること自体には問題があるようには思えない。ただ、ホンダには彼女なりの確信のようなものがあるかもしれない。どっちだろうね、これね。当時、ベストラ社は従業員が大量に退職したという話だから、元社員の中には会社に恨みを持っていて、入手困難な情報を話してくれる人間がいるかもしれない。あなたはどうして今日ここにいるんですか？君も知ってるかもしれないが、7月の大地震の時にこの町で人身売買出た！母屋！僕はあの組織が摘発されてから組織の本拠地がある国に行き情報を集めていたんだ。その事件と関連することで今日はこの町にやってきたんだよ。なるほど。震災後もいろいろちょっと不穏な動きがあるね。友也とベストラ社のつながりまであるかもしれないね。くれぐれも本田良子に巻き込まれないように。分かった。ちょっとあいつには近づかないようにしよう。いや、有力な情報を聞けてよかったな。もう一回、明美んとこ行くか。あなた。指を刺すな。荷物を届けてくれてありがとう。お礼ができなくて困っていたのよ。いくらくれるんだ。はい、
これ。子供かよお前。今日はどうしたの？山内ひろ子という女子高生を探しています。しつこいな。女子高生、そうね。うちの店にもよく高校生はやってくるけど、名前までは。あ、そうだわ。あざみ駅の方に行ってみたらどう？あざみ駅は川崎県で一番若者が集まる駅よ。そうなんだ。きっとひろこさんも見つかるんじゃないかしら。あざみ駅は水田交差点を西側に進んだ先よ。それじゃあ私は仕事に戻るわね。またね。なんか乗り換わったな、あけみ。前は服盗んだからずっと切れられっぱなしだったイメージしかないけど、丸くなったな。あれ、おじいちゃんなんか巻き込まれてる。おじさんと風間りの男。お、川村さん、どうしてくれるんですか。私に言われても私にはどうすることもできない。分かってくれ風間。おい、智也じゃん。とにかく私はこのままで済むと思ってませんよ。今日のところはこれで失礼します。そう言うと風間智也は去っていった。え、何これ。風間という男があなたを脅しているように見えましたが、いや、脅しているわけではないのだと思う。彼とは以前一緒に仕事をしていた。何、じいさん、お前も人身売買か。人身売買組織からリストラされたってことかと半ば驚愕する。私もそろそろ行こうかな。先日あなたに言われて仕事を探すことにしました。いくつも応募しましたが、なかなか面接までは。そんな中、ようやく面接をしてくれる会社がありました。今から面接です。ありがとう、ごきげんよう。え、ちょっと謎深まったんだけど、あのじいさんまで絡んでくるのか話に。おい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 、さ、ひろこはいるのか。ここにやってきた時点で僕はひろこを見つけて連れ戻さねばと思っていた。こいつの執念が怖い。え、待って、なんでみんな路上に出てんの。おかしくない。なになに、なんか様子がおかしくない。正面に601あるし。あ、信号止まってるわ。あ、ってことはまだこのエリア自体が復興しきってないんだね。だから歩道に出られるんだ。わ、もうこれ完全に渋谷駅前だね。思いっきし渋谷駅前パクってるやん。何を指さしてるんだ。俺なら営業再開する店も増えてくるだろう。指さして言うことかお前。おかしくないかこれ、動きが。これ使う 3D モデル間違えてません？え、あざみ駅ここまで戻ったの？リアクションでか。ここにもすげえリアクションでかい2人いた。やばいやばいやばい、すでにやばい。行っちゃってる行っちゃってる。衝撃を受けてる男性。お、あざみ駅が元に戻ってる。衝撃を受けてる女性。浅見駅の駅前ビルも戻ってる。もう一人めちゃくちゃフリーダムな男いますね。もうダメだ、何もしたくない。まあ俺の方がフリーダムだけどな。え、なんかヤバいやついた。工事用のフェンスが気になる男性。はみ出してなんか気になって仕方がないよ。俺、お前が気になって仕方がないよ。はみ出したから何なんだよ。ハチ公さんもいますね。犬の像を見て涙ぐんでる男。ああ！嘘！
とちょっとちょっと心の準備ができてなかったですけど、ちょっと一回離れよ、一旦離れよ。あの今動機がすごい。あー落ち着け落ち着け、松彦落ち着け。いいな、今日のこの日のために俺はこのコンテンツをやってきた。いいな。いや逃げちゃダメだ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 。うわーマジですか、あなたあのダニーさんですか、話しかけよう。あー寒いな。なんで松彦もお前も手をこすり合わせて寒そうにするな、俺だって寒いみたいな。うむ、あなたはうわーこれちょっと待って、どれを選ぼうかな。個人的にはやはり4つ目を選びたいんですよね。はい、松彦の松彦たるゆえんを貫きたい俺は。まあこれやっぱりやらなきゃやられるっていう言葉もあるしね。こっちから攻めていこうか。いやダメだ、俺はダニーを救いたくてこのコンテンツやってるんだ。もう当時の松彦じゃいけない、ここはダニーを救済しよう。はじめまして、無事だったかい、ダニー。当時のことを心配する。どの口が言うとんねんですけどね。ありがとうございます。無事です。うわ、めちゃくちゃいいやつ。ご存知の通り、住んでいた、なんだっけ、宝泉家商店街のアパートが火事になり、焼け出されてしまいましたよ。ああ、ダニー。通っていた大学も震災の影響で混乱が続き、いる場所がなくなってしまいました。大使館に相談して祖国に帰ろうかとも思ったのですが、志を立ててこの国に来た以上は立派な人間になってから国に帰りたい。そうこうしてるうちに年が明けてしましましたちょっともう大事なとこで噛んでるやん、ダニー。しましましてる、もうシマウマですか、なにこれ。大事なシーンよ、ここ。どうしていいか分からずに今ここにいます。俺もどうしていいか分かんない。本社に苦情のメール入れた方がいいですか？グランゼーラさん、ダニーを何だと思ってるんですか？後日談エピソードをやる人間の9割5分はダニーを救いたくてやってるんですよ。分かってます？あなたたちがダニーにした仕打ちが許されないことを分かって、こういうセリフ書いてるんですか？ダニーへの気持ち足りなくないですか？もうこの誤字脱字一つでアマゾン評価レビュー1つけられますよ。グランゼーラさん聞いてます？とりあえず僕のチャンネル登録してもらっていいですか？話はそれからです。あーどうしようかな。どうしようかな、これ。これだな。もうね、松彦としてはあんだけの集中してますから、黙って抱きしめることしかできないんじゃないか。もういろんな意味を込めて、もうこのハグには謝罪の意味も込められてますから、これですかね。僕は黙ってダニーを抱きしめた。ダニーは泣いていた。時々おえつを漏らして泣いていた。ダニーは涙が溢れんばかりに泣き続け、そして僕の体を離して小さな声でこう言った。あなたに会えてよかった。あなたは僕の本当の友達だ。そう言うとダニーは立ち上がり去っていった。え、こんだけ？